抜けますか、どこまで取れるか、地下からの取り返しになりそうです、ゼータディビジョン。いや、これ相手が取ったアーケード取りに行ってると思うんですけど、逆にそれを避けているノーセプション。シュガーゾロ、ゆっくりと取り返しの準備をします。クローボ同様囲い込んでいる、接着できているノーセプション。ファーストラウンド取得率非常に高いノーセプション取れるか。まずはファーストバラとデリアリー、メインまだ見れてないですよ。4メートル取り返し、インファイト、そこを取ったのはデップです。サイト中、ブラックウィズを抑えたラズ、だいぶ時間がなくなってきた。デップもキルを取って2オン4、会場を鳴らす、正面ドロップ、デップラズ、わお、会場に向かいます。落ち着いた、非常に素晴らしい、綺麗な連携でした。いや、本当に落ち着いていたなという言葉が正しいと思いますね。今エリア的に完璧に有利だったのノーセプションで、なおかつゼータの動きっていうのを読んでたはずなんですけれども、はい、それを覆してしまうんですね。広くは見れていたんですけど、広く抑えなきゃいけないっていうのも事実でしたよね。どこから来るかっていうところをまず断定しきれていない中だったので、で結果的にもうタワーもなくなった以上に、ここはあとは人数をかけてそこを抑えるだけでいいという状況なんですけど、まあ、エリアという話より情報は意外とゼータの方が取れてたのかなという印象ですね。2ラウンド目 A に詰めていくノーセプション、運ばれているのはノーセプション、後ろから点デリアリ、ジョジョ、どちらに進む、カンティから B へ、おらこれで A いけるぞ、振り向き、そのままハイギアで A サイトに向かいます。デップも分かっているか、スパイクを回収して、足が速いデリアリーがなんとかサイトの中に、そうですね、ジョジョとしてはデップが来るのをしっかりロックしています。しかも強い設置、デップの来る方向は読めているのか。あ、ちょっと聞こえた、挟まれている、うん、倒した、おお、どちらもトリプルキルでの応酬、取ったのはノーセプション、ヒヤッとしましたが、ラウンド取得2対1。いや、ただゼータディビジョン、先ほどのエコラウンドですよ、はい、4名削り、ラウンドは取れたものの有利、まあ、リードしているのはゼータディビジョンと、はい、しかしよくこの後天の攻撃に対してこうですよね、対応できましたね、デリアリー、デリアリーが乗っています。さあ、ラズのツールドフォース、さあ突っ込むぞ、デリアリーオーバードライブ、Bサイトに入っている、ランデムで戻るラズ、ジョジョを仕留めています。サイト中のデリアリー、しっかり味方を引っ張りました。 Bサイトへの設置、しかも結構動き回ったおかげでデリアリーが相手の位置の情報を取りましたよね。アーケードと B メイン取れてるの大きいですね。トレードマークも反応したので、ショーストパワー10、ファストレーン中をくぐり抜けて会場を先に鳴らして、まだショーストパワー上がってる、そのままタワーを落としていく、打ち込みましたが倒しきれず、お互いのトレードが続き、ワンオンワンです。一番分かってるぞ、デリアリー逃げる、シュガーゼロとの距離を置く、シュガーゼロも位置は分かってるのか、それとも解除するためのスモークなのか、最後はデリアリー、ヘッドショットでシュガーゼロを落とす、デリアリーが止まらない、デリアリー強いですね、前ですね、デリアリー最後もワンオンワンハイギア使ってうまく自分のポジションを動かしたことによって、思ったよりも位置っていうの大きくずれるんですよ。セプション取り返しの判断です。ゼータディビジョン頭見た、まずはメテオロープでの勝負、おさたデリアリー、そして2人目を倒したのメテオ、本当に強い、その5リンク側ではデップ苦しいポジション、逃げれるか、1人倒して囲まれている、最後はデリアリー4対2、ノーセプションがない、タイムアウトを得たゼータディビジョン、エコラウンドです。パラボラ詰めていく、スライディングとの正面での勝負、スタンガンが入ったですね。さあ、デリアリー天を抑えて、ここからパラボラを抜けてきます。輝くチャンピオンズバンダル、ラズが1人、ジョジョを返しました、4対4、パラボラ、そしてビーガマのアーケードも詰めていて、挟み込むゼータディビジョン、ローリングサンダーからのリレーボルトを返します。囲まれてる、返しがうまい。さあ、お互いのスタンが打ち合う中ですが、インファイトを取ったのは全風、うおー、最後全風トリプルキルです。
目まぐるしい状況の中しっかりと取り切りました。ノーセプション、作戦は間違いなくゼータの読み通りだったと思うんですけどね、はい、ノーセプションの返しがうまかったですかね。フローのローリングサンダーに対して のリレーボルトのタイミングも完璧でしたよね。フェイントダウンもあったので、はい、こう挟み込むような動きをしたかったんですけれども、どうしてもこうアビリティが返された側が進めなかった。そしてしっかりとネオンが前に進んでいるところを全員があのトリプルキルで抑え切るっていうのが素晴らしいですね。見事な対応を見せたノーセプション、ラウンドは5対2です。ここはバイラウンドのゼータディビジョン、流れを変えることができるか。流れを変える前にラッシュだ。正面ではシュガードルがプレッシャーをかける。メッテを前空、抜いたぞ今の。キルを取って B サイトをこじ開けました。オービタのストライクとのセットでした。残ったのはゼータディビジョン2名、2オン4。セーブですか、どうでしょう。セーブのようですね。早いラッシュと攻めでしたね。勢いある攻めでした。オペレーター回収してですかね。でも確かに今の早すぎるとシュガーゼロも、ね、普段ずっとそうしてるわけではないですけど、あの対目を出して自分で耐えましたけど、でもできて一人なんですよね。テオが毒の海を渡りながらの勝負。赤く染まるノーセプションのキルログです。取り返しに入ったゼータディビジョンを一掃しました。いや緩急がついてますね。あれだけこうスピード感のある攻めを展開しておきながら、このラウンドで今度はメテオがラークをする。そうですね。しかも B サイトオペレーターで取り切ってしまうんですね。オペレーターで先頭で一人でねこう動き回るって結構怖いですけどね。タワーまで取りに行ってましたから、アンジェこうタワー行くの結構怖いですね。怖いですよね、あと一人でいるところですから。何度も危ないっていう話はしてますからね。ブリッジからの初戦です。バイラウンドのゼータディビジョン、スティングビーコンからのパーティータイム、グラビティベルで足止め、後ろとの距離を取っている。先に勝負ラズメテオ、ここはキルログが並びました。4対4、ローリングサンダー合わせてエントリーです。確実にサイト中を取りに行きましたね。攻め側のローリングサンダー、ただローリングサンダーを分かっていてゼータディビジョンも開けています。取り返し、4メダル取り返し、ホールを抑えるのはメテオ。前夫の位置が面白いポジションです。シフトしてくる相手を狙っている。黒のフォールドライン立ってられるか、どうだ、揺れている。正面での勝負、8発しかありません。ジョジョからフォールドラインを逆にもらって勝負に行く。いやサイトの中ではトレード、3対3、落とした、落とし切った黒。ただロールではまだメテオが残っている。3人目ヘッドハンター当たらない。取ったのデップレス、まあ、押す。ただこれ解除、インテリアリーで解除できない。インテリアリークラッチプレー、ブラックウィズスパイクを守りきりました。流れを変えさせません。ノーセプション8対2。いやちょうど今最後も A メイン側に引かれて足元を気づけませんでしたかね。はい、ブリムストーンの強さ出ましたね、ここはね。最後何度も見せてますけどね、ブラックが最後に残るべき理由っていうのがやっぱこういうところにありますよね。さあオーバードライブ、デリアリー早い、頭に来てるのはデップだけじゃない。よくもやってくれたな、ヘイブンではと。フラクチャー逆襲が始まります。さあメテオが点を落とします。多いですね、昨日もそうでした。ゆっくりと情報を取ってるのはゼータ。ここを取っていれば、まあ、A 側はともかく B 側に関して言うとリテイクがしやすくなりますよね。ここは重要だ、重要な地下での勝負。さあお互い見えている、ホールドラインを返す。それより前に出る黒、前回キルを取り合う。ここは黒がダブルキル、ブラックウィズをダブルキルで返しました。フレンジの強さが出た。裏はシュガーゼロがしっかりロック、ワンオーツージャンピーク、ブラックウィズそれでも詰める。シュガーゼロインセンディアリー、それでも前に、ここはヘッドショット抑えた。ワンオンワン、ただもう一人の位置が分かっていない。ここでアストラローム、隙
隙をついたメテオ。王道。そうですね、はい、折り切りました。だからあそこをロックされてるっていう予想で今スモークを置こうとしたんですよね。ただメテオは飛び出したと。うん、ここもよく抑えていたんですけどね、うん、ここのキルですよね。この読みは良かったですね。すごい、はい、休んまを与えないと。すごい、もう一歩ぐらい後ろにいると思ったのかもしれない。読みとしてはさあ11人追い込まれていくゼータディビジョン。追い込んでるのノーセプションです。これ買うしかないですよね。ラウンド数的には無理にでもここ勝負するしかないですもんね。セカンドバイメテオの位置が面白い。メテオの位置が面白い。ジャッジだ。力でぶつかれた。デップが何とか徐々に仕留めました。ただ瀕死の状態。うわ、当たった。ファーストレーンからの抜き、デップが落ちました。4対3。人数差不利はゼータディビジョン。これ後ろの情報もないで切り返せないですね。さあ、来るのは分かっていたか。ドアから天が侵入。ブーボット、スネークバイトで侵入はできません。メテオがパーソナルとラズを抑えている。天が進む。ペイントダウン、左側に徐々にいるのが分かってる。デップ前に進む。さあ相手の中は2、オーティーがいるぞ。メテオに気づけるか。その後ろだ、デリアリスターが来たので一旦リポジショニング。ローリングサンダー手前では徐々が手を押さえている。階段ではデップがメテオを倒してそのまま2階に上がって隠れている。デリアリを仕留めました。瞬間ゼロ一応暴れてる。エイサイトを取った。タイガーが結構危ないですね。スティーブビーコンあるぞ。アフターショックブラックウィズ出てくる。1人落として2人目はセーフ。ワンオンワンです。デップ HP ない。体力は5。スパイクは落ちた。ペイントダウンがある。ペイントダウンがある。すごい。うわ惜しい。決めたのはゼータディビジョン。クロスカウンター。今ペイントダウン食らう一瞬ヘッドショットが先に間に合ってましたね。そうですね、お互いがお互いの右ストレートが入りました。12対4取ったのはゼータディビジョン。いや本当にグランドファイナルにふさわしい素晴らしい試合展開ですね。うわもう出なきゃやられるっていう判断だったんでしょうね、一瞬でも早くペイントランが間に合っていたらもう勝負は決してたわけですからね。このフラクチャー最後救ったのはデップです。メテオ流れを引き戻せるためのツールドフォース。前に出るフラッシュからのエントリー。待ち構えていたゼータ、シュガーゼロがメテオを抑えました。5対4。ブーンボットの音がする。世界は分かたれた。裏早いですよ。ローリングサンダー。さあデリアリーが動く。足を止めていく。スライディングからの登場。デリアリー抑えてるな。ノーセプション近くからは行った。シュガーゼロも倒されて残ったのはデップです。さあ逃げれない。オービタルストライク手前に出てくる。最後はブラック。